カバは体から赤い血のようなものを出す。これってなんだろう。今日はカバのお話。カバってほとんど水の中で暮らしている。水から出てくるのは餌を食べる時くらい。なぜかっていうと、カバの皮膚はすごく弱いんだ。一番外側の皮膚がとっても薄いから、太陽に照らされたりすると水分がすぐになくなって乾いちゃう。そこでこの赤い血のようなものを出すんだ。この赤い血のようなものは実は汗。この汗には紫外線をカットしてくれたり、お肌を潤したりもしてくれるんだ。またこの汗には細菌の感染を防いでくれる働きもあるから、怪我したまま泥の中に入っても傷が膿んだりしないんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。